俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは住み慣れた土地を離れ、見知らぬ土地に引っ越しをした経験はあるでしょうか？日本国内だったとしても、どんな場所だかイメージが湧かない、人間関係や生活環境がどうなるのか不安と思った方も多いのではないでしょうか。それでは、全く知らない国へ移住する場合はどうなるでしょうか。言葉、食べ物、生活習慣など、今までとは全く違う環境になる可能性が高いですよね。現在、ウクライナでは大勢の市民が国外へ避難しています。住み慣れた国を離れ、避難した先での暮らしはどのようなものなのでしょうか。今回のお話は、ウクライナから縁があり、日本へと避難してきた女性が主人公です。もともと日本のことはよく知らず、ウクライナから離れたくないと思っていたようですが、危険な生活から逃れるため、やむなく避難を決意したようです。そんな彼女から見た日本は、多くの驚くようなことが溢れていたようです。遠方の国から避難してきた外国人には、日本はどのような国に見えたのでしょうか。ぜひ、最後までご覧くださいね。私はウクライナ人のラナ。母国のウクライナが侵攻され、知人を通じて日本に逃れてきてから4ヶ月が経つわ。現在は東京で暮らしているの。それまでは私はウクライナの国で普通に暮らしていた。大学に通っていて勉強をしていたんだけど、このまま卒業して、仕事を見つけて、結婚して、子供を産んで暮らしていけたらいいなって思っていた。でもある日、突然そんな当たり前の生活が失われてしまった。街は破壊され、人々は危険にさらされている。映画やテレビの中で起こっていたようなことが、現実に起きてしまっていたの。初めのうちは現実感がなかったわ。こんなことが起こるなんて、信じたくないじゃない。私は一緒に住んでいた母と避難所でしばらく過ごし、なんとか危険をやり過ごすことができないかと思ったの。でも、状況は一向に収まりそうにない。恐ろしい目にあって、夜も眠ることができないことが何度もあったわ。そんな時に、母の昔からの日本人の知人が身元を引き受けるので、日本へ避難しないかという話を持ちかけてくれた。私も母も緊張や恐怖で毎日疲れ切っていた。でも正直に言うと、そんな状況にもかかわらず私は行きたくないと思ってしまったの。避難先が日本？絶対に嫌よ。私は思いっきりそう主張した。もしあなたが自分の生まれ育った国を出ていかなくてはいけないっていう状況になったらどうする？言葉が通じない不安もあるし、大切なものも手放さなくてはいけないかもしれない。もしかしたら今よりももっとひどい目に遭う可能性だってないわけじゃない。奇跡が起きて、またウクライナで元のような生活に戻れたらどんなにいいだろうって思ってしまったわ。母は日本のことを少し知っているようだけど、私にとっては縁もゆかりもない場所。そんな遠い国に行ってしまったら、ウクライナの生活を何もかも捨ててしまったかのような気持ちになってしまう。もう二度と戻ることもできなくなってしまうかもしれない。なんて思ったりもしたわ。でも、冷静に考えると、このままではもちろん勉強を続けることもできないし、まともな仕事があるとは思えない。もしかしたら、もっと最悪なことが起こるかもしれないって思うと、怖くて仕方がない。今の状況を続けていくことは難しいと思ったの。私は母の説得もあって、日本へ避難することにしたの。ラナ、諦めないで。なんとか生き延びて、またウクライナに戻って暮らしましょう。と言ってくれた母は心強かった。こうして母が一緒にいてくれるなら、まだ希望を捨てることはないと思ったわ。日本に到着してからは別世界にいるかのようだった。やっぱり夢なのかもしれない、なんて
現実逃避してしまうことは多かった。でも、すごく幸運なことがあったの。大学の授業をオンラインで受けることができるようになったのよ。他の人たちも避難先から私のようにオンラインで授業を受けているみたいで、懐かしい顔を見つけて涙が出るくらい嬉しくなることもあった。将来やりたい仕事があって通っている大学だから、希望を失わずに済んだのはとてもありがたいことだわ。ウクライナに残って授業をしている人もいるから、その人たちのことを考えると心配でたまらなくなるけどね。私と母は難民を支援してくれる日本の財団や身元を保証してくれる人のサポートを受けることができ、なんとか生活もできている。日本語はまだ簡単な単語くらいしかわからないけど、買い物をしたり電車に乗ったりする分には今のところはすごく困るようなことは起きていない。何よりも安全な場所で生活できることはこんなにありがたいことなんだって実感した。疲れが溜まっていたせいか、初めのうちはものすごくたくさん眠ってしまって、具合が悪いのではないかって周りに心配されたりしたわ。今では環境にだいぶ慣れてきた。落ち着いてから改めて自分の置かれている環境を見てみると、日本ってなんて素晴らしい国なんだろうって思うのよ。私が日本にやってきて、特に驚いたことがいくつかあるんだけど、聞いてもらえるかしら。まず一番に言いたいことは、日本人はとっても優しいこと。身元を引き受けてくれた人たちも、母とはすごく深い関係とは言えなかった。母が若い頃に縁があって、今ではたまに連絡を取るくらいの関係だったそうなの。それでも、手間やお金もかかるのにもかかわらず、こうして私たちを支援してくれている。私たちのことをいつも気遣ってくれて、血のつながりなんてないのに、もう大切な親戚のような存在に感じるわ。私のことも、ラナちゃんって呼んでくれて、受け入れてくれている。彼らには、いくらお礼を言っても足りないくらいだけど、せめてもと思って、覚えた日本語で感謝の気持ちを伝えたときに、嬉しそうな顔をして喜んでくれた時のことは忘れられないわ。外で会うような見ず知らずの人たちも困っていたら親切に手を貸してくれるのよ。道に迷った時や切符の買い方がわからなかった時に当たり前のように声をかけてくれて助けてくれる。お店のレジや電車を待つ時はみんながきちんと列を作って並んでいるのもすごいと思うし、公共の場所で大声を出したりして迷惑をかけるような人もいなくて、礼儀正しい人ばかりなの。私は飲食店のアルバイト。母は掃除の仕事を始めたんだけど、ほとんど日本語を話すことができない私たちも、周りの人たちが助けてくれるから、なんとか仕事をすることができている。もともと90日間の短期滞在の予定だったんだけど、いろいろな人たちにサポートしてもらって、私も母も1年間働くことができる資格に切り替えることができたわ。今後、どんな状況になるのかまだわからないけど、しばらくはまともに生活することができそうで、本当にありがたいと思う。それから、私がすごく気に入っている日本のお店は100円ショップ。店内にはものすごい量の雑貨が売っていて、しかも、すべて100円という安さにもかかわらず、便利なものや珍しいものがたくさんあるのを見たときは本当に驚いた。日本は物価の高い国だって聞いていたから節約をしなくちゃいけないなって思っていたんだけれど、逆に選べる幅が広がったんじゃないかしら。スーパーやコンビニにもたくさんの種類の商品があって、新鮮なもの、美味しいもの、珍しくて楽しいものに溢れている。食べたことのないような美味しそうな食べ物が本当にたくさんあるの。種類がとにかく多いし、健康的なものが多いのもいいわよね。テレビやインターネットで見たことがあって素敵だなって思ったものも、母国で輸入して買えるようになっていたものは結構高価だったの。でも日本で買えば安く購入することができることが分かったときは夢のようだなって思ったわ。
街並みも洗練されていて、おしゃれな建物や歴史を感じる建物なんかは見ているだけでも興味を引くわ。私はあまりにも日本が素晴らしすぎる環境だと思って大好きになってしまった。怖い思いをたくさんしていて余裕がない状態だったとはいえ、初めに来るのを嫌がったりして失礼だったなって心から思う。今では環境に慣れることができるか不安に思っていた気持ちなんてどこかへ吹っ飛んでしまったわ。もしかしたらそのうち母国に帰りたくなくなってしまうのが怖いなって思うくらいよ。こういうのって逆ホームシックっていうのかしら。もう日本が好きすぎて離れるのが嫌だって思ってしまっている自分がいる。こんな風に思うなんて想像もしていなかったからとっても驚いているわ。こうして将来のことを悲観せずに過ごせるようになったのは日本のおかげ。辛い時に助けてもらったことは忘れようと思っても忘れられない。今勉強できていることも将来は助けてくれた人たちに恩返しするために生かしていきたいと思っている。私はこの恩をずっと忘れないわ。ウクライナって日本から遠い国だからはるばる避難してきたのは大変だっただろうと思う。日本を気に入ってくれたのは嬉しいことだけど苦労も多いだろうね。日本にいる間だけでも気が休まる滞在になることを願っているよ。日本に来て一番驚いたのは食べ物が美味しくて種類がとっても多いこと。コンビニは24時間営業で、サラダや温かい食べ物などいろいろなものを売っているんだよ。お弁当がすごく美味しくてよく買ってしまうの。あとコピー機や銀行の ATM まであるんだよ。治安がいい国だからこそできることなんだろうな。私も日本の文化や社会についてウクライナの大学で勉強してきたけれど、実際日本に来てみたら教科書には書かれていないびっくりしたことがたくさんあったな。車も建物も道もみんな綺麗だし、自分に得になるようなことじゃなくても日本人は親切にしてくれる。生で食べられるくらい新鮮な食べ物がいくつもあるって知った時は本当に驚いたな。こうやって生活に苦しんでいる人を一人一人サポートして安心できる場所を見つけていくことはとても大切なことだと思う。世界が一日でも早く平和になることを願っているよ。改めて日本は素晴らしい国だなって思ったよ。日本財団が2022年7月に行った調査では、ウクライナから日本に避難した人のうち 65% がしばらく日本に滞在したいと答えているそうです。日本の環境で判断したいと答えた人は 25%、 早く帰国したいと答えているのは 2% となっています。文化も言語も全く違う土地での生活ですが、満足して生活できている人の方が圧倒的に多いようですね。多くのウクライナ人が日本人が親切なこと、食べ物が美味しいこと、治安が良いことなどに驚いているそうです。しかし現在は課題も残っています。支援が不足していると思うことを聞いてみると、最も多いのが就職機会、職業訓練で 38%、 その他は日本語教育が 26%、 医療が 22% となりました。日本語を話すことができない人が多いため、就労や日本語教育の支援が未だ十分とは言えない状況のようですね。また不安や困りごとを聞いたところ、眠れないことがあると答えた人が 26%、 孤独を感じるが 25% だそうです。やはり住み慣れた国を離れ他国で生活することは困難を有することなのでしょう。ウクライナ人の気質は親切で、外国人にも気さくな態度をとるそうです。真面目で勤勉な考え方を持っていて、
ただの避難者として日本で過ごすのではなく、何か役に立てるようにしたいと言って、日本語を勉強している人も多いそうです。そんなウクライナ人の気質に好感を持つ人も多いのではないでしょうか。ウクライナは日本から遠いところにある国ですが、起きていることは他人事ではありません。困った時は助け合いながら、一日でも早い世界の平和を目指していきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。